この山下さんね、すみません、藤岡にしてみればですね、僕もね、若い江村の方が投げやすいというか、自分がリードできるわけでしょ、そうですね、で逆にその里崎とか、まあ、去年なんか田中がやってたんですが、はい、それ考えるとこの江村の方がいいんじゃないでしょうかね。なるほどね、ナイスプレー見せました根本、素晴らしいプレーです。三遊間のあたり飛びついて、今のプレーちょっと伊藤さん、そのあたりのどうでしょうかね、根本のプレー、これもう間違いなしにやってますよね、ちょっとでもあのジャックルとかそういうのをするとですね、セーフになるんでしょうけど、素晴らしいプレーを見せました。もう完璧にショートこのポジション、でそれはもうロペスとこの後あの時の太田と、はい、まあ、ちょっとそのあたりもありましたかね、はがれにかけたと思うんですよね。これは先ほどの根本のファインプレー、根本が今マウンドの藤岡のところに行きました。